八富口駅は愛知県八富市ウグイ町にあった名古屋鉄道尾西線の駅。単式一面一線ホームを持つ高架駅。駅集中管理システム未導入の完全な無人駅であり、改札口もないため階段を上って直接ホームに入る形になっていたが廃止された。現在、駅入り口は工事用の柵で塞がれている。単線であるが、 高架化した際に上り線ホームの一部も作られるなど、伏線としても対応できるような作りをしていた。しかし、伏線化されることなく、利用者が少ないことから、駅自体が廃止された。また、かつては、日本経折屋富工場の工員が多く利用していたが、その後、宝石業界の衰退で、生産量の減少により、工場の規模は縮小し、敷地はイオンタウン。 ヤトミやニッケヤトミゴルフコースなどに変わっている。また、ニッケ関連会社であったヤトミウール株式会社が事業再編に伴い2009年5月末で創業停止し、工場跡地が賃貸不動産用地になったことにより、ヤトミでの貿易事業から完全撤退してしまった。日本家折ヤトミ工場の敷地だった場所にある。この工事全体が伏線対応で行われていたため、 当駅前後の高架橋も、複線分の路盤が確保されている。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、富津、名古屋鉄道路線略図名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 ありがとうございます。